当てます。はい。あ、これ通るのだよ。え？日本テレビさんの評価が僕にの評価が低いような気がしてきて。こちらでーす。どうもあ、これ通るのだよ。え？すいませんね、ちょっとエスコートしていただいたときにマイクが交代してしまいました。すいません、はい、どうも、きっとわざわざ来た甲斐があると思います。今度はお金払っていっぱい見てね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。続いては町田徹役、中村徹さん、お願いします。あ、本日は、試写に来てくださってありがとうございます。アメナイデカの撮影が始まった、38年前、昭和61年の夏、僕はまだ20歳でした。その20歳の時初めてやった役を38年後にやるとは夢にも思っていなかったんですけど、ある方曰く、昭和、平成、令和とあのアニメーション以外で、映画のメインのキャラクターを演じ続けたのは、ゴジラと仮面ライダーと高戸裕二だけだそうです。そんな2人に一生懸命ついてきてよかったなと思います。今日はよろしくお願いします。あの、変わらないねって皆さん言われる中で、さらにパワーアップしたねって言われるのが浅野さんじゃないかと思うんですけど、いかがですか、8年ぶり。羊と結婚しそうになってたんで、ちょっとこっちに戻ってくるように時間かかっちゃったんで、ちょっと大変だったんですけど、でもまあ薫は薫なですので、まあ、あの、皆さんのご要望の薫か、ちょっと不安は不安なんですけども、なんとか、原監督が爆発させ、私はあそこまでさせなくていいと思ったんですけど、なんか監督がすごいんで、若さが有り余ってんで、ちょっと、薫のところに来ちゃいました。はい。ね。すいません。本当だよね。ありがとうございます。はい。監督の要望であのシーンができたってことですか？登場シーンなんかは。あ、登場はそうですね。もう盛大にあの爆発させたいなと思って。はい、ちょっと皆さんこの後楽しみにしていただければと思います。最高の登場シーンがお楽しみいただけます。では中村徹さん、8年ぶりいかがでしょう。相当な役作りをして町田徹になっているということですね。そうですね。その前にちょっと今あの先ほどあの、はい、浅野さんの発言で羊と結婚しそうになったっていうところで、あの、皆さんの気持ちがすごく引いた感じがしたんで、あの、それを説明しますと、前作でニュージーランドで終わっているので、でこの今から見ていただく、帰ってきたの中で、その京平さんがおっしゃってるセリフで、あの、その謎が解けると思うんで、あの、引いたままでいないで帰ってきてください。はい、僕は帰ってきたっていうよりも、はい、ずっと港署にいるという設定だったので、はい、それ撮影に入ってみてから自分でしっくりきたのは、本当に僕は帰ってきたというよりずっといたんだなって。で、2人と、まあ、カオルさんもですね、3人が帰ってきちゃったかっていうような、あの、嬉しいような、なんかちょっと、切ないような、そんな帰ってきちゃったでした。はい。役職についてはどうですか、納得されてますか、この帰ってきたの時のトールの役職。ああ、港署捜査課課長ですよね。もう随分長い課長さん、はい、そうですね、課長になってから。そうですね。ああ、そう言われてみると、僕はあの、日本テレビさん以外のところでは総理大臣をやったり社長をやったりしてるんですけど、確かに日本テレビさんだと家売る女でも課長でした。ああ、日本テレビさんの評価が僕にの評価が低いような気がしてきて、ちょっとそんなことはないあれですけど、いや、でもあの、そうですね、あの、こういうこと言うとね、あの、あれなんですよ、後で中間管理職をバカにしてるとかってネットに書く人がいるんですよ。だからそういう気持ちじゃないですよ。仕事ですよ。大事な仕事ですよ。はい、大事なお仕事ですから。はい。はい、ありがとうございます。